はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、えー、今のね、この、日本のね、悲惨とも言える状況ですね。はい。これは、あー、一体何なのかということで。まあ、日本のね、トップというのが一体誰なのかっていうことをね、正確に知らないと読めてきません。はい。 えー、なんと言いますかあ。皆さんはね、日本のトップを誰だと考えますでしょうか。はい。えー、ある人はね、えー、それはね、決まってるでしょうと、えー、やっぱりね、首相でしょう、という人もいますし、いや、違う、違う、やっぱりね、縁のペラーだよ、エンペラーだよ、天皇だよ、っていう人たちもいますしね。えー、またまたね、ええー、いや、 あの、霞が関のね、あの人たちがもう実験だからっていう人がいますね。まあ、どれも正解なんですけど、実はもっと深いところにいます。はい。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、いわゆる奥の院です。はい、奥の院。奥の院とは誰のことでしょうかということでね、えー、これ結構ね、 あの、詳しく説明してくれてる方が少ないんで、えー、探すのを、あれだったんですけど、まあ、あいくつかね、えー、長いんですけどね、まあ、あのー、読んでみてください。わかります。一体誰が日本を裏側で操っているのか。はい。す、え、べ、ー、て、えー、この人たちです。奥の院でございます。はい。えー、そういうことですね。まあ、 見えないところにいるんですよ、こういう人たちは。はい。決して表には出てきません。はい。えー、まあ、重要な人たちはね、誰も表に出てきません。はい。ちなみにね、イルミなんちゃらのね、あのー、ロスなんちゃらとかね、えー、お茶屋さんとかね、えー、あと、 奥のね、えー、あの、フェラーリちゃんですね、外車ちゃん。はい。えー、あの人たちもね、表に出てきてますね。あの人たちは上ではないです。はい。トップではございません。はい。重要なものはもっと奥にいますよ。ということなんですね。はい。えー、なのでね、えー、奥の院ということで、日本にもそういうものが存在しています。はい。この人たちのことを知らないと、 お今の状況がね、なんでこういうふうになっているのかっていうことさえもわからなくなります。はい。えー、いわゆるね、えー、天皇家ではないんです。はい。はい。それ、はっきり言っときます。天ぷらちゃんではございません。はい。その側近の あるグループでございます。これ詳しく読んでください。本当に、あの、なんていうのかな。意外なところですから。はい。意外なところに、意外なところに隠れてますからね。そうなんです。決して表には出てこないんですよ。えー、それをね、えわ、ー、からないと、敵をねあ、見誤りますから。はい。そういうことでございます。はい。 ええー、まあね、一部は関係してますけどね。はい。一部は関係してますけど、まあ、表には出ては来ていませんということです。はい。今の状況を、日本のね、この今の状況を作っている人たちが、一体誰なのか。はい。そして、えー、ね、えー、海外のあっち側の勢力と協力しているのは一体誰なのかということをね、 えー、詳しく書いてありますので、えー、ちょっとね、えー、まあ、歴史も入るんで大変かもしれませんけど、お必ず読んでみてください。はい。えー、それでは皆さんまた沖縄おばばでございました。それからですね、今日ね、あのーな、例のね、各白犬さんの、お2022年の、 まあ、予言ですね。そちらの方を、アップします。前半分です。えー、これね、あの、できたら、あのー、なんていうのかな、元動画に飛んでね、見比べてほしいので、これ、あの、タイムリミットがありますので、えー、できましたら、皆さんね、元動画の方に、えー、飛んでみてください。こちらの方、あの、セカンドチャンネルにあげますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、皆さんまた、沖縄おばばでした。